ちょっと気持ち低めに。いやもう普通に今入るのも取っちゃってます。あ、取っちゃうんですか。クラブトーク、クラブトーク、クラブトーチャンネル。どんな時間なんだ。ですね、クラブトーク、クラブトーク。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。俺入ってるのかな、俺。いや久しぶりの倉本チャンネルでございます。久しぶりなんじゃん。え、久しぶりなんじゃん。だって僕前の舞台でやってからやってないですもん、倉本チャンネル。俺入ってんかな。俺入ってますね多分、うん、はい。今日はですね、林豊さんと有吉信孝さんに来ていた、はい、いやつか林さんちなんですけど。どうもこんにちは、よろしくお願いします。実は僕今山口県に来てまして、山口県のこの今コーラを飲んでらっしゃる林さんの家に住んでいるんですね。はい、これ何やりましょうかね。何を話せばいいか分かんないですけど、劇なんやね。劇ですね。じゃあチラシ持ってきますか。チラシ、そうだな。チラシどこっすか。チラシ俺持ってないでよ。俺も持ってないです。なんだこれ、やる気がねえよこれ。ちょ、車でやるんだけど、めっちゃだよ。まあもういっか。なんか話しましょう、適当に。なんかないですか、有吉さん。なんかないですか。なんかない。あ、同級生です。そうですね、はい。あ、そのちゃんと説明しますね。劇団遊郭というところでね、お芝居をしていて、やっていて、まあ、今回もまた、11月14から15で山口県の市民ホール、え、山口市ですね、うん、山口市の小ホールでやります。ぜひ山口の人いないと思うんですけど、見に来てください。これ何ですか。なんか話してくださいよ。でもあれよ、熊本くんのように、今終わったら劇が、はい、この劇が終わったら遊郭も遊郭チャンネルみたいなのとって、遊郭チャンネルが始まるらしいですよ、劇もね、はいはい。全部が全部はちょっと流せないですけど ね、はい、ちょっと流してもらいたい、流すので、はい、まあ東京の方もそうやったらね、東京の方もぜひとも見てください。あ、面白いなって、はい、ね、はい、山口県いいとこなんで。そうそう、やべえ、こんなもういいですかねこれ。マジやる気で。まあ、11年ね。一応、まあ、一番古いぐらいの古株で。古株です、古株です。でまして、まあ林さんが5年前ぐらいですかね。林さんが5年前。もう25、6年の付き合いになりますけど、はい、まあ林さんが入るって言った時はもうかなりびっくりしました。お芝居やってます、仕事をしながらですね。そうです、ね。林さんがホットモットのオーナーさんで、有吉さんが、なんか斉藤霊気工業、霊気工業で冷蔵庫とか冷凍庫の修理とかしてます。まあ、あとエアコンの設置とかですね、はい、そういう仕事をしてますけど。なるほど。そして僕は今主婦をしています。そうですね、気になってね。部屋が自由になりました、ね。まあ、こんなことですかね。まあ、多分これまたちょっと編集してまた短くすると思うんですけど、はい、テーマがないよね。テーマがないから何もできないですね。次からはテーマをちゃんとつけます。あ、ちなみに僕のヒゲがこういうのは役作りでやってるからです。エセ中国人です。エセ中国人の役なんで。